2023年度子どもたちの心を育む活動、活動テーマ国籍を超えて笑顔で結びつなげよう南吉田、受賞団体横浜市立南吉田小学校神奈川県。自分やあるいは家族が外国籍を持つ子どもが全校の 54% を占める南吉田小学校、ここでは22の国や地域につながる子どもたちが共に学び、児童会を中心に言葉や文化の違いを超えて互いに認め合う学校づくりが行われています。児童会では笑顔で結びつなげよう南吉田を合言葉に、国際読書会や多言語挨拶運動、民族衣装の聖火リレーで始まる運動会ほか、多様性を尊重するさまざまな取り組みを主体的に進めています。日々の活動により国や文化、個性の違いを豊かさと捉え、困っている人に手を差し伸べる思いやりの心が全校で育まれており、個々の表現力や積極性も培われています。